つまりありがとうございます。パーソナルブレイクで桃さんですね。はい、リフのポップセンチュリーを2つになります。じゃあ一個一個書いていきます。はい、で今日発送ですね。今年はね、ケース10箱に、はい、去年12だったよね、確か。今年から10になって。よいしょ。やっぱりサインだけ、チケットとかああいうのがないと、10にしないと、ケース数保てないのかな、はい、ね、思いました。よいしょ。はい。はい、じゃあまずは、スクリプテッドですね。ジュリー・ダウン・コールさん。うん。あ、これ、チャーリーとチョコレートのやつなのかな。はい、結構ね、まとまって同じ作品のね方々が入ってたりするんでね。せーの、イティもそうでしょ。はい、コビーさんは赤の魔女ですね。こっちはパープルだね。あった、10シリだ、10の10。コビーさんの赤魔女ですね。うん、デザインいいよねこれね。せーのハズブラさんはい、ちょいちょい出ますね。5シリですね。赤は基本5なのかなっていう感じ。あ、ちょっと熱いやつだ、そこの下。はい、何だったっけ、パールだ。はい、いきます。せーの、あ、デュアルだ。おお、マクレガーとレイパークだ。おー、これ10シリですね。はい、ライトブルーなのかな。シグネチャー2ですね。あ、4人だったらなって一瞬思いました、裏表で4人は縦か。はい、これはちょっと別に入れた方がいいよね。ちょっと待って、ちょっとでかいな。あれ、さっき使って、あ、ちょっと待って。9番、まあいいか。とりあえず、後でこの9番ぴったりのやつに入れておきますんで。はい。デュアルオート来ました。あ、レイパックさんはこれ最近の写真なのかな。4シリですね。シグネチャー2。4人とかだと、どうなんですかね。あ、これちょっとスリーブの、あ、コピーだ。ゴミですね。はい。うん。はい。うん。となりました。まあ、他もね、5シリ、やっぱ少ないですね。10、15、4ですね。はい、二つ目です。おー。これ、普通のメタルカードの4人だよね。こっちのパールも複数人あるんだね。普通に。はい。二つ目です。ん？あ、大丈夫か。はい。はい、まずはマイク・ラブスさん、ミュージシャンの方ですよね。前にも入ってたような気がしますね。はい、これはパープルのクラックですね。で、月星の。お、メジャーリーグ。おー、ジェイク・テイラーだ。はい。ね、書き込み入りです。8シリ。ね、映画メジャーリーグのね、キャッチャーの方ね。いい役でしたね、この方ね。はい。スクリプテッド。で、3番目せーの。あ、パープル、パープル、パープルだな。8シリですね。最後、パープルおばちゃんとかだったら笑っちゃうな。はい、最後いきます。せーの。あ、デュアルだ。はい。これも8シリですね。デュアル、デュアルでしたね。はい。姉妹の方これ。ね。はい、なんかのドラマ系なのかな、セレブリティなのかな、ちょっと分かりませんけど、2シリですね。うん、
ね。下枠ですからね、そこそこの、あれなんでしょう、多分。今話題のとか。ちょっとわかりませんけど。はい。ということで、2箱目は、8シリですね。ワンワンじゃないんだ。はい。いいですね。ね。結構書き込みも、まあ、出なくはないよね。出やすいよね。やっぱこのインサート引けば書き込み入りなんだなっていうやつですね。はい。で、1箱目、2つ目。共にデュアルという結果でした。4シリと2シリですね。はい。おー。なるほど。こういうカード。こっちの裏の方がかっこいいような気がする。はい。ここにこうシールの方が良かったよね。写真ちょっとちっちゃいしね。この方がいい。はい。じゃあこちらでね、今日発送いたしますので、お受け取りよろしくお願いします。ありがとうございました。